岐阜城の戦いは、関ヶ原の戦いの前哨戦の一つである。東海道を進軍する東軍に対して、岐阜十三万国を領有していた、織田秀信は、岐阜城を中心に数箇所に陣を張っていた。これは、東軍がどこで木曽川を渡るかが推測できなかったためと言われている。このため、兵力が分散してしまっていた。これに対し、池田テルマサは、 兵力を集中しての突破を試みる。1600年8月22日明け方、池田照正が率いる、東軍諸隊は、尾張国羽栗軍川田から、美濃国羽栗軍川田島付近に進軍。木曽川を渡過する。これに対して、西軍の織田軍は、鉄砲隊で応戦する。木曽川の渡火に成功した、東軍諸隊は、8月22日昼、美濃国羽栗軍前の村で、 西軍小田家の都度綱やら3000人と激突、陣を突破する。これに対して、小田秀信は自ら出陣、羽り軍移植で東軍を迎え撃つが敗退、岐阜城に戻る。一方、福島正則は、終わり国の島軍機から木曽川を渡可を行おうと、したが、西軍方の防御が堅固だったためさらに下流へなんか、東、加賀の井から木曽川をとか 旧加が野井城を経由して北上し、竹が花城を包囲する。城主の杉浦重勝は抵抗するが、頼りにしていた援軍の毛利広森らが、福島正則に降伏してしまったため重勝は降伏し、竹が花城は落城する。一説では、呪しを合図に、池田照正の軍と福島正則の軍は同時に木曽川を溶かする手はずで、あったという。しかし、 西軍側の挑発や、地元の有力者、野々垣玄兵衛が水先案内人として活躍したことから、池田照正の軍が先行したという。池田照正の軍と福島正則の軍は合流し、岐阜城の南の新た川河川敷に婦人する。追い詰められた秀信は8月22日夜、大垣城と犬山城に救援要請を行う。そして、援軍到着まで、 岐阜城に牢城、岐阜城と援軍で挟み撃ちを考える。家臣からは残存兵力を岐阜城に集め、徹底牢城の意見も出たが、秀信は各武将に命じ、岐阜城とそれを守る稲葉山祭、権限山祭、随竜寺山祭と岐阜城への入り口などを固める。岐阜城は、秀信と織田秀則、の岐阜城へ向かう登山口四カ所には、スタフジサブロ 木造長政、と綱やらを布人し、兵力を分散させる。8月23日明け方、東軍は犬山城、大垣城からの援軍を警戒し、東の鏡軍新加能村、長塚村、古城村に、山内和豊、有馬豊市、戸川徹康、堀尾忠志志らを配置、西の片々軍側渡しには、田中義正、東道高虎、 黒が長政らを婦にさせる。8月23日朝、最初に、随流寺山菜へ、朝野吉ながら攻撃を開始する。続いて、良い,い直政が稲葉山、権限山菜へ攻撃。城の登山口には、福島正則らが殺到し、完全に、岐阜城は、行為されてしまう。この時、当てにしていた犬山城からの援軍はなかった。犬山城城主の石川定清は、 稲葉貞道、稲葉の道、稲葉方通り、加藤貞康関和正、竹中修華と老上していたが、極秘に、東軍の良い,い直政に密書を送り、内容を役上していた。三成ら大垣城の造園は、岐阜城に向かっていたが、高虎、長政らによって川渡しで迎撃され敗走し、逆に東軍は、たるい、赤坂まで進行した。岐阜城は、 本丸以外はすべて東軍に攻め落とされてしまう。秀信は最後まで抵抗したが、圧倒的な兵力の東軍に対し、秀信の周りの兵は数十人になってしまい、覚悟を決めた秀信は自害しようとするが、池田テルマサの説得と家臣の気づくり長政らにの説得により、東軍に降伏する。こうして、岐阜城はわずか1日で陥落した。 秀信は幸福後下山して上加可能の清泉坊で、停発し、関ヶ原の戦い終結後に、高野山へ入った。石田三成は、岐阜城がわずか1日で陥落するとは、想定していなかった。そのために対応が、後手に回り、戦略を練り直さざるを得なくなったという。ありがとうございます。